電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか。いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんで、どれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思いますね。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことをやった方がいいと思います。